さあ、マニア必見の意外だねのコーナーがやってまいりました。今日ご紹介するのは栄光の背番号3、こちらのピッチャー。帽子を深々とかぶったはずでした。これ投げるたびに帽子が宙を舞います。意外だね。これ遠い S なのに L を注文してしまったのか、 100% に近い確率で帽子が宙を舞うんです。いいんです、己のスタンスを貫いてほしいんです。俺たちはそう思った。しかしランナー二塁に背負ったピンチで事件発生。そらした、慌ててカバー。嘘でしょ、もう一回見てみましょう。そらしました、帽子拾いました、カバー行きました。これ順番おかしいな、カバー先だろ。これもはや帽子を拾うという作業までが動作の一環。これは速いボール。あーでも三振最後。派手だな。